皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は困る前に持っていてほしいトレーニングアイテムを紹介していきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE でお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。多くの方が紹介している中では、まあ、パワーグリップだったりニースリーブ、エルボースリーブと言われてね、肘関節、膝関節をサポートするようなものだったりとか、あとはリストラップとかがまあメジャーかなっていうふうにも思うんですけど、他のアイテムもこういうのいいよっていうものが存在するので紹介したいなと思います。ちなみに僕が使っているのはパワーグリップとリストラップ、エルボースリーブとニースリーブも持ってはいるんですけど、基本的にはちゃんとフォームを正せば関節に負担が少ないなっていうふうにも思ったので、今はない状態でやっています。まず一つ目はこちら、グローブ。このグローブなんですけど、結構トレーニング用のグローブを買わはる人って多いと思うんですけど、僕はもうコンビニ、コーナンとかでも売ってるね、200円ぐらいで買える手袋、滑り止めがついてる手袋です。これを僕は使ってます。やっぱ滑らないっていうのもあるので、握ってやるときに滑り止めにもなる分、ちょっとパワーグリップに近いような効果を感じれたりだとか、あとはバーベルとか握ったりしてるとザラザラしてる部分があるじゃないですか。あれ皮膚擦れて結構ね、終盤皮膚が痛くなるんですよ、手のひらの。これをつけてると手のひらの皮膚の痛みがね感じないと、痛みの差が全然違うんで、終盤追い込む時に手のひらが痛いからできないことが痛くないからしっかりとできてしまうというね。だからこれは結構おすすめです。あとこれをつけ始めた理由はアルコール対策なんですけど、僕肌乾燥するタイプで除菌のアルコールですごい手荒れを起こして、過去に手が荒れすぎて産んだことがあるんですよ。皮膚科でちゃんとほんまに治療しないと治らないぐらい荒れたことがあったんで、これをつけてるとねアルコールが手につかないということで、手荒れ防止でも使ってます。グローブなんですけど、ギアとして売られてるグローブ、ちょっとお値段が張るああいうグローブの方がどちらかというといいです。こっちのグローブはサイズとかねちょうどではあるんですけど、やっぱそういうために作られてないんでずれるんですよ、ちょっと指がね。あっちのグローブって手首に固定するとこがあるんで、グローブがずれることってないんですよね。だから安定させる分には向こうの方が圧倒的にいいです。ただ僕はこっちでもあんま変わる感覚がないっていうのと、でもコスパがいいっていうところ、グローブって絶対にね臭くなるんですよ。だからその都度洗うにしても匂いが取れなかったりするんですけど、捨てて新しいの買えるっていう、そういったメリットがね僕の中ですごい強いねんで、こっち使ってます。続いて2つ目、マウスピース。よくトレーニングしてる動画とかでも歯が黒いと思うんですけど、この黒いマウスピースを使ってるんですよね。でマウスピースをつけてる理由っていうのは、重い重量を持って食いしばるから、それから歯を守るためにやと思うんですけど、軽い重量を食いしばる分でも歯って欠けるんですよ。歯が欠けていいんやったらもうつけなくてもいいかもしれないですけど、歯欠けるのが嫌とかやったらもう早い段階でつけといた方がいいです。このマウスピース使ってみて思うのが、めっちゃ踏ん張れてます。つけた当初は全然分かんなかったんですけど、ない時にトレーニングをしたら踏ん張れないんですよ。でもつけてやるとめっちゃ踏ん張れるんですよね。この1回上がるか上がらへんかって積み重ねたらすごい大きなことなんですよね。だから体をもっと変えていきたいっていう気持ちがあるのであれば、この一踏ん張りができるようにするために、結構タオルを噛んだりねする人もいると思うんですけど、自分の歯に合った形のマウスピースをつけることでさらによく踏ん張れることができるので、このグローブとマウスピースどっちって言われたら僕マウスピースと言いますってぐらい、マウスピースは本当に重要です。で歯が欠ける前につけといたらよかったなともすごい思います。僕がかけたのは奥歯やからいいんですけど、同じジムでトレーニングしてはる方が、大会前気合入れてトレーニングしすぎて前歯が取れたっていうね話を聞いたんですけど、やっぱそんな感じのことってマウスピースつけてるとまあほぼほぼないんですよね。特に男性は食いしばってとにかく重いものをあげようだったりとか、懸垂するにしてもめっちゃ食いしばる癖がある人ってすっごい多いんですよ、僕が今まで過去パーソナルしてきた経験上。だからこそ早い段階でつけておくだけでもやっぱそういったところを回避できるので、マウスピースはめちゃくちゃおすすめです。ちなみにマウスピースのお値段なんですけど、歯医者に行って作る場合は5000円から1万円ぐらいで作れるかと思います。歯医者によって変わってくるとは思うんですけど、まあ1週間ぐらいかかるんじゃないかなとは思います。で一応ね Amazon とかでも市販でマウスピースみたいなものも売ってるんですけど、そちらは安いんですけど、自分の歯に合ってるわけじゃないんで、どちらかというと僕は歯医者で作ることをおすすめします。ただ歯が欠けないためだけの
利用なのであればワンクッションあるだけでも全然違うんで、規定の商品でも全然大丈夫かなっていうふうには思うんですけど、歯の形に合わせて作っていないと関節にも負担が来てしまうので、食いしばった時にやっぱバランスが崩れてしまう、左右差出てトレーニングをすることになってしまう可能性もあるので、まあ5000円から1万円とまあ安くなく感じるかもしれないですけど、マウスピース1回作ったら割と洗ってたらね長持ちするんでね、そんなすぐに買えなあかんもんでもないんで、作ることはおすすめします。ラストアイテム、エイウェア。最近手に入れてめちゃくちゃいいやんってなったものなんですけど、サイズが2個あって、ちっちゃいのと大きいのとあるんですよ。で、小さい方をですね小指につけて、大きい方を中指につけて、こういう感じでつけるんですけど、これをねつけてるだけでね、肩甲骨の動きがすごい変わるんですよ。ずっとしてたんですよこれ、いいものやっていうのは。でもね、この間ちょっと大会の時にブースがあったんで、そこで使ってみたんですよ。まあこういう感じでつけて、グーに握ってこの状態で上から押された時の耐え方が、これをつけてるかつけてへんかで全然違ったんですよね。なんかつけてないとファーンって動いたのに、つけたら動かないみたいな。これアームカールでもだパワーが発揮できるってことじゃないですか。で、聞いてるとやっぱ肩甲骨の動きのサポートをしてくれる、つけてる時とつけてない時とね、この引いた時の肩甲骨の動きのスムーズさっていうのがやっぱ違うんですよ。こんだけで変わるんかっていうのにね感動して、ちょっと買ったものにはなるんですけど、これ肩甲骨の動きをサポートするんですけど、これをこういう形で人差し指につけて、こうすると収縮めっちゃ意識できるんですよ。ワンプッシュ押せるようになるんですよね。これがまたなんで押せるようになるのかわかんないですけど、外してやったら1回少ないのに、次のセットつけてやると1回多いんですよ。すごいいい感触があるものなんで、これをね早い段階で使ってたら、毎回自分のワンレップ更新できたんかっていうね、ちょっと悔しい思いしてます。もっと早くから知ってんねやったら、早くから手に入れといたらよかったっていう後悔があったんで、今回この共有させていただきました。だいぶマニアックなねアイテムにはなるんですけど、足の指用もあるみたいなんですけど、僕が持ってるのはこの手の指用です。ゴールドジムさんとかでも販売されてるみたいなんですけど、結構トップビルダーの方がつけてると思いますね。僕は変わったなーって感じたんで、おすすめさせていただきました。で、こちら購入して30分の無料講習みたいなのがあったんで、そこで使い方とかも教えてももらえるんで、すごくいいですよね。基本的にこれトレーニング中に僕はつけてるんですけど、日常でもつけるのおすすめみたいで、パソコン作業とかしてる時に肩が前に出たりすると思うんですけど、こういうのをつけてるだけで姿勢改善ができるとかっていうのもあるみたいです。これがですね4000円ぐらいします。ゴールドジムで購入するとかになった場合は、誕生日割引みたいなね、ゴールドジム会員さんだとあったりすると思うんで、そういう時に買うとちょっと安くで手に入れるんじゃないかなと思います。フィットネスイベントのブース出店してる場合って安くなってることが多いんで、見に行くのはおすすめですね。あとはやっぱプライムデーとかでも値段とかも変わったりすると思うんで、そういった時にアマゾンで購入するっていうのも一つの手かなっていうふうには思います。ということで、僕がおすすめするアイテム、こちらの3つですね。必要になる前から使うとおすすめのアイテムになるので、使ってあげてください。マウスピースはね、僕の中では結構、群抜いて使っておいた方がいいですよっていうアイテムになります。歯かけてしまうと一生生えてこないですからね。詰めたことあるんですよ、かけた歯の部分に。違和感しかないっていう。そして普通にまた取れるっていうね。歯がかけるだけで歯の噛み合わせも変わってきてね。歯の噛み合わせが違うだけで体の関節にも負担が来てしまうので、歯の噛み合わせを正すためにもぜひぜひ使ってあげてください。またよかったらいいね、チャンネル登録、そして気になることがあればコメントお待ちしております。ミリジョの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますし、概要欄にも新商品の情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方はチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。